林道有山線との分岐。手前と左方が、県道本線新潟県道483号、山の坊大砲小滝線は、新潟県の糸井川市内を通る一般県道である。糸井川市南部の小滝地区の各集落を結ぶ、奇襲点で同一の国道と接している。起点のある糸井川市山の坊は一級河川姫川砂岩の集落であり、対岸は、 長野県北靖郡小谷村北小谷の姫川温泉である。東県道は国道百四十八号と並行している。国道が姫川に沿っているのに対し、東県道は国道より西側の山間部を縦走する。大峰峠の前後の区間は冬季閉鎖される。全区間セメントやアスファルトで舗装されているものの、そのうち全体の約九十二点五パーセントはアスファルトで、 簡易舗装されている。規格改良に関しては、全体の約87.4%にあたる9 3 1 9 8トルイコール9 3 1 9 8ルが改良済みである。5 5ル以上の福音が確保されている延長は、全体の約8%に過ぎず、全体の約ントの七キロメートルは、規格未改良であり、 かつ、福音3.5メートル未満である。歩道は0.0159キロメートル設置されている。ありがとうございます。